ちょうどいいところにレンタサイクルのお店を見つけました。ちょっとあれで行ってみたいと思います。こんにちは。いらっしゃいませ。こんにちは。すみません、自転車をお借りしたいんですけど、はい、はい、自転車は普通のギア付きの自転車と電動アシスト付きの自転車であります。はい、あとはもしよかったらこのレンタルカートというものがあるんですけれども、はい、なんだろうこれこのカートは公道を走れるんですか。はい、そうですね、マリオ免許があれば、はい、公道を走ることができます。こちらのゴールドレンタ平泉さんでは公道を走ることができるゴーカートをレンタルしているんです。あとはもう電信のみです、はい、アクセルを踏んでいただくと、はい、これはブレーキを離してもす離して大丈夫です。でちょっと踏み込んで、はい、止まりますね本当にこれで運転できるのか、私一応免許持ってるんですけど、ちょっとこれは本当に公道を走れるのか心配です早く行きたくても本当にテンションがすごく上がってるんですけど。そうですね、楽しみですよね、はい、いやでもちょっと待ってください、はい、もっといいものがあるので今お持ちしますのでちょっとお待ちください。何でしょうね、何あれ何ですどっかで見たことあるような衣装ですけど、ぜひこれを着て走っていただければ注目度アップですね。ちょっとあれに着替えて着たいと思います。三人娘史上初の世界遺産の地でのロケはマリオに変身してゴーカートという意外な展開に。